皆さんこんにちは。最近まで大正時代の入試問題を扱っていましたが、これからは昭和の時代の、そして積分の問題にフォーカスしていきます。ただ一個一個解いてね、わあできたできないとか楽しいとかそういうことをやりたいんじゃなくて、受験生の皆さんにも、そしてあるいは大学の1年生の皆さんにも役立つように、積分のどこに着目すれば痴漢の形が覚えつくのかとか、あるいは他の類題をどうやって解けばいいのかとか、そういった周辺知識とかも絡めてですね、紹介していこうと思います。さあ、その初回は昭和7年の東京工業大学の入試問題です。こんな感じの問題でした。ドン。はい、ということで積分与えられていますね。0から1までのルート1引く x2 乗分の1たす x2 乗の値を求めようというふうになっています。さて、この積分を見たときにどこに着目してどう痴漢をすればいいのかっていうのを考えます。まあもちろんですね、痴漢というのはあくまでその積分の手段であって、原子関数がそのおぼろげながら浮かんでくるというすごい人は別にわざわざ痴漢をする必要はないんですけども、ただ今回の積分ではまあそもそも分数関数になっていますし、分母にルートがあって、しかも中身が二次式なので、まあさすがにそのすぐには原子関数を思いつかない人が多いと思うんです。そこで痴漢をしたい。で、どうするのかってことなんですが、これはこれまでのその大正時代の問題でも扱ってきました。ルートがあるときは、ルートが外れるような痴漢をする。これがポイントです。じゃあ今回の場合どうすればいいのかってことなんですけど、分母のルート 1-x2 乗、これがもちろん面倒なわけですね。で、これの混合が外れるようにしたいんです。混合が外れたとして、その外れた後の式をじゃあ y と書きましょう。あくまで模式的にこう書くだけです。で、この式の両辺2乗してあげると、片やルートが外れて 1-x2 乗、右辺は y2 乗となります。そして移項してあげると、x2 乗足すことの y2 乗イコール1という式が出てきますね。つまりですね、あるものの2乗の和が1になるような痴漢の仕方をしたいと思うわけです。そうなるように、x を別のものに変えてあげるんですね。で、じゃあこのような2乗和が1になるような x、y の組でどういうのがあるのかっていうのを、これあくまでその連想というかブレストで構わないんですけども、いろいろ考えてみましょう。すると多分多くの人はですね、サインとコサインっていうものを思い浮かべると思います。サイン2乗シータ足すコサイン2乗シータっていうのは、シータの値によらず常に1となります。もちろん今定積分で x の値が動くので、ある瞬間に2乗和が1になるだけではダメなんです。x がいろいろ動いて、でまあ y も対応するように動いていいんですけども、とにかく2乗の和が常に1になるような2つの物を用意したいって考えたら、おそらく自然とこれに行き着くんじゃないでしょうか。もちろん他にもいろんな関数あると思いますし、他の痴漢の仕方が絶対ないとは言いません。ただし、あくまでメジャーな痴漢の仕方はまあこうだよねと。そういうわけですね。ということで、今回はこの sin2 乗足す cos2 乗の和が1になるっていうのを使いたい。そこで、x というのを、まあ、サインかコサインかどっちかで痴漢をすることになります。じゃあ、サインとコサインどっちで痴漢するのが正解かって話になるんですが、まあ、実はこれは特に正解不正解ありません。どっちも計算することができます。ただし、ミスをしやすい方としにくい方があると僕は思っています。どっちがミスしにくくて、どっちがミスしやすいのか、皆さんちょっと考えてみてください。どっちだと思いますか？まあ、もちろんその人によって意見はいろいろあると思いますが、僕的にミスをしにくいのはこっちです。それはなぜか、僕なりの意見を述べます。今 x というのは0から1まで動きますよね。じゃあ対応するシータがどう動くのかっていうのを考えたときに、 x イコールサインシータと痴漢した場合は、まあもちろんそのシータはね 2π の周期で動いていいわけなんですけども、サインが0になるようなシータはまあ0と取るのが自然でしょう。でサインが1となるようなシータはまあ2分の π と取るのが自然でしょう。ということで x の大小とシータの大小が一致するんです。ですがもしこれコサインシータの方でやっちゃうと、コサインが0になるのは2分の π、コサインが1になるのは0というふうに、シータの動く向きが逆になっちゃうんです。大から小になっちゃいますよね。そしたら、マイナスが生まれるので、結局その符号のミスというのはちょっとしやすくなっちゃうんです。まあ、今回の場合は、正直その非積分関数が常に正で、積分区間も0から1というふうに上がっていくので、積分結果が正に決まってますから、マイナスが出ちゃったら、まあ、符号をひっくり返せばいいっていう話はあるんですけど、そうは言っても計算途中でミスが発生するというのは、時間のロスとか焦りにつながっちゃうので、なるべくそういうのを減らしたい。ということで、今回は x イコールサインシータで痴漢しようというふうに行き着くわけです。ということで、以上のような思考のプロセスを経て、x イコールサインシータというふうに痴漢しようと思い至るわけですね。で、以下痴漢積分をしていきます。ただし一応よく見てほしいんですけど、これは x イコール1の時分母0になっちゃうので公比積分になっています。まあ、公比積分は高校の範囲外ですけども、極限の形で表すことによって、まあ、高校生でも理解できるようにしていく予定です。まあ、一回その痴漢の仕方に注目しましょう。 x がサインシータの時に dxdθ はサインをシータで微分すればいいのでコサインシータとなります。また x の動く範囲が0から1です。この時対応するシータの範囲は0から2分の π という風になりますね。したがって今回の積分 i というのは0から2分の π までの
分母は1引くサイン2乗シータ、そして分子は1足すサイン2乗シータというふうになります。そしてあと dx を d シータに変えるのにこの式を使いますね、コサインシータ d シータ。ということで積分を変形したらこのようになります。ただ今この分母はシータが2分の π の時0になっちゃうので、一回極限の形に書き換えておきます。ある角度 φ を2分の π の下から2分の π に近づけて、0から π までの同じ関数の積分と、ということでこの積分をここまで書き換えることができました。で、以下この中身を変形して積分を実行して最後に極限を取るんですけど、毎回毎回リミット書くのめんどくさいので、一回ここの積分を別の文字で置いときたいと思います。まあ π の関数なので i の π とでもしておきましょうか。まあ極限は最後に取ればいいんでね。まあ、ちなみに今結局その φ がですね、そもそも2分の π より大きくなっちゃったりとかして得意点またいじゃったら意味ないので、 φ の範囲一応制限つけておきましょうか。0以上で2分の π 未満というふうにしておきます。で、あとはこの iφ を1回いじって計算して最後に極限を取ろうというわけです。さあ、ということであとは iφ の計算を進めていきましょう。さて、分母にあるルートの中身1引くサイン2乗シータはコサインの2乗シータとかけます。で、そこにルートがかかっているからルートが外れるわけですね。ただし注意点があります。今シータの動く範囲はとりあえず今0から φ、 そして φ は鋭角です、あるいは0で、この範囲におけるコサインのシータっていうのは必ず0以上ですね。なのでルートのコサイン2乗シータでルートを外すときにプラマイのコサインシータというふうに複合は出てきません。必ずプラスの方だけになります。したがってこの i の φ というのは分母がただのコサインシータになるんですね。で、分子は1足すサイン2乗シータ、そしてかけることのコサインシータ d シータというふうになります。さあ、そしたらうまいことコサインシータが消えるような形になっているので消してあげると、0から φ までの結局1足すサイン2乗シータ、これを積分すればいいということになります。まあこれは簡単ですね。コサインの2倍角の公式を使ってあげると、1足すでサイン2乗シータってのは1引くコサイン2シータ、これを2で割ったものです。まあ今1と2分の1があるのでそこだけまとめてあげると、2分の3で、あと引くことの2分の1のコサイン2シータ d シータと、こうなって、ここまで来たらあとは頭の中だけで計算できますね。原子関数はまずこれ定数なので2分の3のシータ、そしてあと2分の1コサイン2シータは元がサインの2シータです。ただしサインの2シータを微分すると2シータの2が降りてくるということに注意して、4分の1のサインの2シータというふうになります。で、これに0と φ を代入すればいいわけですね。0を代入するとどっちも0になるので φ だけが残って、2分の 3φ、 そして引くことの4分の1のサインの 2φ というふうになります。ということでこれが i の φ という積分の計算結果です。あとはこの φ を2分の π 引く0、つまり下から2分の π に近づけていけば OK です。まあ幸いその不定形になっていませんね。単純にここに2分の π を代入したもの、ここに2分の π を代入したものを計算してあげればいい格好になっています。実際それ計算すると2分の 3×2 分の π、 あと引くことの4分の 1× で、サインの 2π ですね、 π の2倍なのでサインの π となって、これは0です。ということで消えてくれて、結局ここの部分だけですね、4分の 3π というのが残ります。もともと計算したかったのは何なのかっていうと、これであって、これは置換積分するとこうなって、でもこれは公義積分なんで極限を使うとこうやって書き直せると。で、これを計算した結果この4分の 3π になったわけですから、今回の問題の答え、つまりこの積分結果っていうのは、結局今計算した iφ の極限と一緒で4分の 3π という風になります。はい、ということで以上がこの問題の解説です。問題を解く上でのポイントをまとめておきます。問われていたのはこの積分の値です。まあ、公義積分とはいえ、一回それは置いといて、とにかくどうやって置換して計算するのかを考えることになるんですが、一番めんどくさいのはもちろん分母にあるルート、そしてルートの中の 1-x2 乗です。これをなるべく簡単にしたい。で、積分が混合を含むときは、大抵の場合ですね、混合が外れるように変換してあげるとうまくいきます。今回の場合は、ルート 1-x2 乗の混合が外れればいいので、1-x2 乗が他の何かの2乗になっていればいいわけです。移行してあげると、x2 乗足す他の何かの2乗が1ということで、あ、これはまさに三角比の関係式が使えるなということで、x を sinθ とか cosθ で置けばいいという考えに至るわけです。で、どちらで置いても計算はうまくいきます。ただし、計算ミスをなるべく減らしたいので、マイナスが出にくいサインシータで置換しました。こうすることによって、x が0から1まで増える過程で、シータも0から2分の π まで増えてくれるからですね。ということで置換をしてあげた結果こうなりましたが、そもそも公義積分だったので、一回極限の形で書き直しました。まあこうすれば多分高校生でも理解しやすいと思います。で、とにかくあとはこの積分を φ の関数として表して、で、その φ を2分の π に下から近づけてあげればいいということになります。
iFi の計算の過程は簡単です。コサインシータは常に0以上なので複合はなくて、コサインがぴったり打ち消しちゃってくれるので分数がなくなってくれました。コサインの2倍角の公式を使えば、そもそも三角比の2乗さえも消えて、これは頭の中でも積分できるようになりますね。原子関数に0と π を代入してあげた結果、iFi はこういうふうに求まりました。あとはさっき言った通り、この π を2分の π-0、つまり下から2分の π に近づけてあげることによって、公義積分の値が求まったということになります。ホワイトボードの右上に書いた通り、混合を含む積分では、混合が外れるような痴漢をするといい目を見ることが多いです。もちろん絶対ではありませんし、こう一辺倒に考えてほしくないんですが、多くの場合はこの方針でうまくいくよというのは知っておいて損はないと思います。で、特にこの 1-何とかの2乗の時は、サインとかコサインで痴漢をするといいということが、実際に計算をすることで感じられたと思います。ということで、今回これで終わりにしてもいいんですが、まあ、正直今回公義積分だったっていうこともあって、ちょっともしかしたらね、こういう痴漢のプロセス以外のところにフォーカスしちゃう人もいたかもしれません。なので今度は公義積分じゃないものというか、不定積分で似たような問題、つまりこういう風な痴漢でルートを外すような問題を扱っていきたいと思います。さて、類題としてこのような不定積分を用意しました。で、実はこれ過去に僕の YouTube チャンネルで扱ったことありますよね。大正11年度の九州大学工学部の入試問題です。で、今回これをですね、またさっきと同じような方針で解いていきたいと思います。さっきそもそも何してたかっていうと、分母にルートの 1-x2 乗というものがあって、これが鬱陶しかったわけですよね。ここの混合が外れるようにしたい。で、外れた後の形を y としたら、これは変形して x2 乗足す y2 乗イコール1となるから、何か2乗の和が1になるような物を用意してあげればいいという話でした。それでサインとかコサインが出てきたんですね。今回も同じような方針で、とにかく混合を外しましょう。ただしさっきと違って、1-x2乗ではなくて、a2乗-x2乗という形になっています。定数 a を含んでいますね。ここではですね、a の符号を1回正というふうに限定しましょう。元の問題でも特に明言はされてないんですけど、まあ、2乗してるのでね、正に制限してもいいですよね。まあ、とにかく、ルート a2乗-x2乗の混合を外したい。じゃあどうするのかってことなんですが、ルートの a2乗-x2乗というこの式で混合が外れて、あるもの y になってくれたとしましょう。そしたら両辺2乗することによって、 a2乗-x2乗イコール y の2乗、さらに変形してあげると x2 乗足す y の2乗イコール a2 乗という式が出てきます。2乗の和がある定数 a2 乗になってくれればいいということなんですね。そしたら、あれこれ1じゃないからさっきのサインコサイン使えないじゃないかと思うかもしれませんが、それは勘違いです。別に x とか y っていうのは何か係数をつけてスケールしてもいいわけですよね。なので今回はただのサインシータコサインシータではなくて、a サインシータ、a コサインシータというものを使うことにしましょう。実際、これを2乗して、あとこれを2乗して足してあげると a2 乗になりますよね、必ず。どういうシータであっても。だから、この x を a サインシータとか a コサインシータで置換しようという考えに至るわけです。で、まあ、ちなみに今回もどっちで置換したらいいんだって問題はあって、特にどっちでも苦労はしないんですけど、ただマイナスがより出にくい方ということで、サインシータの方をまた選びたいと思います。まあ、今回不定積分なので、別にその積分区間でね、例えばひっくり返っちゃうみたいなことは起きないんですけど、ただ、そのさっきの dxdθ みたいなのを計算するときに、こっちだとマイナスが出ちゃってめんどくさいので、まあ、だからこっちにしようというわけですね。あくまで経験則でしかないんですけど、こういう形のルートを外すときは、以上のような理由から、コサインじゃなくてサインを使うことが多い気がします。別にこっちでもダメってことはないんですけどね。さあ、ということで、x イコール a×sinθ というふうに置くわけですね。まあ、つまり2乗したときに、この係数が揃うようにするというのが大事なんです。ここポイント。まあ、慣れた人なら簡単だと思いますけど、初めての人はまあこういうその理屈でというか、係数揃えれば結局さっきの2乗和が1になるって公式使えるからこうしてるというその思考のプロセスを覚えておくといいと思います。で、dxdθ はどうなるかってことなんですが、もうやることはさっきとほとんど一緒です。a がついてるだけなので、ay されるだけですね。で、今不定積分なので積分区間の対応付けはないんですけども、これを元にしてこの J という積分を書き直してあげると、 J イコール分母のルートの中身は a2乗-a2乗sin2乗θ となります。分子は a3乗の sin3乗θ ですね。 x3 乗なので、はい、こんな感じ。そしてかけることの dxdθ を使ってこれを dθ に変えます。なので a cosθdθ という風になりますね。さあ、 a があるのでだいぶ複雑に見えますけども、 a を処理してあげれば大したことはないです。 a3 乗があって a があるので合わせて4個、分子にありますね。で、分母には2乗があるんですが、ルートの中なのでルートから取り出してあげると a の1乗ということで、全部合わせて a の3乗です。なので a の3乗を積分の外に引っ張り出してあげると、あとはまず分母が 1-sin2乗θ、そして分子が sin の3乗θ ですね。そしてかけることの cosθdθ というふうになります。
さあ、で以下ですね、さっきと同じようにルートを外してコサインが打ち消しちゃってみたいなことをやるんですけど、ちょっとここで手が止まっちゃう人もいるかもしれません。というのも、ルートの中はコサイン2乗なんで、ルートをつけた時にプラスのコサインなのかマイナスのコサインなのかどう判断するのかという疑問があるかもしれないですね。今回は定積分じゃなくて不定積分なので、さっきみたいにその X と C というのは対応付けをしてない、だからちょっとどうすればいいか困っちゃう人もいると思うんです。ですが以下のように解決しましょう。X を今 A のサインシータと置いていますね。で、この積分って今分母の中見てみると X2 乗っていうのが A2 乗よりちっちゃくないといけないですよね。じゃないと分母0になっちゃうので、あるいは分母のルートの中身がマイナスになっちゃうので、だから X っていうのはこのようにマイナス A と A の間じゃなきゃいけないんです。したがって X イコール A サインシータと置換する時のこのシータに制限が加わるんですね。マイナス A から A までっていうのをうまく表現するためのシータは、一番シンプルにとるとマイナスの2分の π からプラスの2分の π です。単位円書いて想像してみると分かると思います。単位円があってマイナスの2分の π 真下から2分の π 真上まで取れば、 x の範囲をマイナス2分の a からプラスの2分の a にできますね。ということで θ の範囲はこうやって制限できるんです、不定積分であっても。で、そしたらこの範囲に対応する cosθ はどうかっていうと、単位円の右側なわけですから、これは cos0 以上ですよね。なのでルートを外すときにマイナスのコサインシータというふうにはならないんですね。プラスのコサインシータだけが出てくるということで、不定積分の場合でも安心してルートを外すことができます。まあ、ただもちろん、今回不定積分でルートを外すとき符号どうするのみたいなところに関心がいくのは素晴らしいことなんで、まあ、今後もね、そういうところは気を配って試験形とかしてもらえればと思いますが、まあ、とにかく、さっき言ったような理由でルートを外したときプラスしか残らないので、以下計算を続けていこうと思います。まあ、とにかく、ルートを外すときにはプラスだけを考えればいいので、以下それに従って計算を進めていこうと思います。結局非積分関数の分母がプラスのコサインシータになってくれると。で、分子はサイン3乗シータでかけることのコサインシータ d シータですね。さっき言ったことを簡単にメモしておきました。で、今コサインシータが消える格好になっているので消してあげて、さあ計算続けましょう。そうすると結局A3 乗のでサイン3乗シータ d シータというふうになるんですね。さあ、でサイン3乗の積分ってこう数学3習いたての人とかだとちょっと困っちゃうかもしれないんですが、ある程度慣れてる人だとパパッとね変形できると思います。まあ実はここもちょっとしたポイントなんですけど、あえてですねサインの3乗っていうのをこのようにサイン2乗シータとサインシータというふうに2個1個に分けるんですね。で、そうするとサイン2乗シータっていうのは1引くコサイン2乗シータと書き換えられて、でかけることのサインシータ d シータになると。なんでこうしたかはこの後見ればわかります。ここでですね、コサインだけの式とサインが1個っていうのがポイントで、コサインのシータ、これをまた何か別の文字で置くんです。そうすることで積分が結構スムーズにできます。コサインシータをじゃあ例えば y としましょう。そしたら置換積分のための因子 dy d シータというのはコサインシータを微分すればいいのでマイナスサインシータというふうになります。で、今ここはコサインシータだけ残しているので y の式で書くことができますね。そして1個だけサインシータを残したご利益がここで出てきます。 dyd シータはマイナスサインシータということで、まあこれ分数のように扱えば dy イコールマイナスサインシータ d シータってなるんですけど、ちょうどそれがここにあるんです、同じ形が。まあマイナスは良しとして、なので置換積分をぴったりできるんですね。まず1引くコサイン2乗シータは1引く y2 乗となります。そしてサインシータ d シータはこの式を変形するとマイナス dy となります。ということでこのマイナスをこっちに押し付けてあげると y2 乗引く1かなの dy という風になって、これはただの多項式の積分なんでそれこそ高校2年生でもできますね。ということで積分を実行してあげると3分の1の y3 乗で引くことの y 足す定数という風になりますね。ただもちろんこの y というのは僕が勝手に用意した文字です。だからこれを使って答えるわけにはいきませんね。もともと x の関数だったわけですから x で答えなきゃいけないということで、以下 y を x に戻す作業が発生します。まあこればっかりはその置換積分をした宿命みたいなもんです。自分で計算しやすくするために変数変えたわけだから、最後ね、尻拭いは自分でしなければいけないというわけです。じゃあどうやって y を x に戻すかっていうことなんですけど、もともと y は cosθ でした。まあそうやって置いたわけですからね。で、コサインシータというのは、ルートの1引くサイン2乗シータでした。このサインシータというのは、この式を使うことで、A と X を使って書くことができます。ルートの1引く、で、X を A で割ったものの2乗ですね。ということで、Y をこうやって書けたので、あとは、この式の Y にこれを代入してあげれば、積分結果が出るというわけですね。ただ何も考えずに突っ込む前にちょっと工夫をしたくて、
今 y の3乗と y というふうに次数が奇数になっています。だからこの式を y に代入するとどっちもルートが残っちゃうんです。なのであえてですね、 y を1個共通因数として繰り出してそこにこれを代入する、そして残った中身にもこれを代入するという方針を取ります。まあ何を言ってるのかこの後すぐわかると思います。 y をくくり出して、あとまあついでに3分の1も出しちゃいましょうか。3分の 1y の、そしたら y2 乗引く3というふうになりますね。で足すことの定数と、でこの式の y にそれぞれこれを代入しようって言うんです。そうすることでまあここにルートが発生するのはまあしょうがねえと。だけどこの中は y2 乗なのでルートが外れてくれるでしょうと、まあこういうわけなんです。ということで代入してみると、3分の 1a3 乗の、でまず y が入ります。これですね、ルートの1引く x2 乗オーバー a2 乗と、そしてかけることの y2 乗引く3です。このルートの中身引く3なので1引く a2 乗分の x2 乗引く3という風になります。であとはこの式を整理すればいいですね。でよく見たらルートの中に a2 乗という分母があるし、ここにも a2 乗という分母があるので、手元に3個ある a というものを1個ここに2個ここに配ってあげれば分母の a2 乗というのが消えてくれそうです。まあそのあたりも含めていろいろ計算してあげると積分結果をきれいに書くことができて、答えははい、こんな感じになります。やってきたことを簡単に振り返りましょう。さっきと同じようにルートの a2 乗引く x2 乗をいかに外すかというのが大事だったわけです。たださっきと違って1引くじゃなくて a2 乗引くとなっていたので、そのサインシータを ay してあげればいいわけですね。そうすることによって a2 乗引く x2 乗が a2 乗かけるコサイン2乗シータになってくれます。であとはさっきと同じように dx d シータを計算して置換してあげるわけですね。ただしさっきと違って不定積分なので、ここの混合を外すときどうするのかっていう問題になるんです。そこで不定積分をするとはいえ、今この x の範囲っていうのはマイナス a より大きくて a よりちっちゃいわけですから、それに応じて θ の範囲をこういうふうに定めてあげるんです。そうすれば cosθ が0以上になるように取れるわけですから、結果としてこの混合をプラスのまま外すことができる、プラス cosθ になるというわけなんですね。ちなみにですね、さっきの説明を聞いて、いやそれはね今回の説明では θ をこう都合よく取ったのかもしれないけど、θ をこの範囲じゃなくて例えば2分の π より大きくて2分の 3π よりちっちゃいというふうな単円の左側にとったらどうするのというふうに思う人がいるかもしれません。でその疑問とても大事だと思います。そうしたらだってこのルートを外すときにマイナス cosθ になりますもんね。じゃあ積分の結果がこの θ の取り方僕たちの気持ち次第で変わっちゃうのかっていうと、そんなことは実はありません。今回のこのプロセスの中で θ の範囲を変えることによって符号が変わる箇所がこれ以外に1箇所だけあります。それがどこなのか各自で考えてみてください。分かったらコメント欄にも書いておいてくださいね。結果として符号が変わるところが2箇所あるので、別にこう取ろうが左側を取ろうが、あるいはもちろんこれ 2π ずらそうが変わらないんですね。ということでルートが外れてコサインが消えてサイン3乗の積分になるというわけです。でその次も実はちょっとポイントなんですけど、コサインだけの式とサインを1個だけ残すというのがちょっと大事で、そうすることによってコサインシータっていうのを文字で置くことでさらに簡単に積分することができるんです。コサインは何個あってもいいんです。ただしコサインだけ、そしてかけるサイン1個っていうのがポイント、あるいは逆にサインだけの式、まあ、それはサインが何乗でもいいんですけど、それとかけることのコサイン1個っていう場合も同じようにサインを文字で置くことで置換積分ができます。まあ、できるっていうか置換積分することで積分が容易になります。まあ、とにかくこうしてコサインを文字で置いたことで、なんとただの y の多項式の積分に置き換えられるということで、その積分は一瞬で簡単にできます。ただ最後に2回置換積分しちゃったので、責任を持って最後 x に戻してあげる必要があるんですね。ということでこんな計算をして y を x の式に戻してあげた結果がこちらということで、これが答えになるというわけなんですね。まあというわけで、さっきの一つ目の問題同様ですね、このルートのなんとか引く x2 乗の形の時はサインを使って置換をしてあげるといい意味を見ることが多いというのが分かったと思います。まあ、ある意味その定石として頭の中に入れておくといいでしょう。ただし、ここから先は、まあ、意欲のある人向けなんですけど、あまりですね、一辺倒に、サインで置換するというふうには思ってほしくないんですね。今回ですね、この問題を類題としてピックアップしたのには意味があって、もちろんサインで置換すればこうやって解くことはできるんですが、実はですね、もうちょっと簡単に解く方法っていうのもあります。最後にそれを紹介して終わりにしたいと思います。もっと簡単なシンプルな解き方は何なのかっていうことなんですけど、この積分を見た時にですね、以下のようなことに注目してほしいんです。分母にルートがあって a2 乗引く x2 乗というその偶数字がルートの中に入っていますね。そして分子は x3 乗という奇数字になっています。ここで x3 乗っていうのを x2 乗と x1 乗に分けるんです。そうするとこういう形になるわけですね。まあ分けて書いただけなんで当たり前です。でこの形を見たときに数3の積分に慣れている人は、あ、なるほど、x2 乗をひとまとまりと見ればいいんだなっていうふうに思い至るはずなんです。
まあ、それはどうしてかっていうと、まずこことここがまんま Y で置き換えられるし、あと結局その置換積分の時に dy/dx っていうのを計算しなきゃいけないんですけど、これが今 2x というふうに x の1次になってくれるんです。だからちょうどこの xdx っていうのが今で言うと2分の 1dy というふうに書き換えられるでしょうというわけなんです。だから y についてのシンプルな式で計算できるというわけなんですね。ということで今書いたような考え方から x2 乗 y などと置いて置換積分変数変換することで、まあ、割と楽に計算することができるんです。まあ、それについては各自やってみてください。今回はそれよりもさらにもっと楽をする方法を紹介します。まあ、ある意味結果論なのかもしれませんが、思いつく人は思いつくはず。それはどういう置換なのかってことなんですけど、分母にある a2乗-x2乗、もうこれをですね、開き直ってというか、まんま思い切って文字で置いちゃうんです。z というふうに置くと。そしたら、まあまずは dz/dx の計算が必要なんですが、まあ、まずルートは2分の1乗なので2分の1というのが来て、微分した結果マイナス2分の1乗になるので分母のルートになります。 a2乗-x2乗と。そしてあとはルートの中身の微分ですね、合成関数の微分を思い出しましょう。ということで dz/dx こうなります。でこれを後の計算を見据えてですね、この分母のルートだけ z で書き換えてマイナスの z 分の x というふうに書いておきます。まあ、これは別に何て言うんでしょう、こう超人的な試験形というわけではなくて、思いつく人ならこれできるはずです。なんでこれがいいのかっていうのは後でわかります。さあ、ということでこれを使って J を書き換えてあげると、まずですね X3 乗を X2 乗と X に分けるんです。そしたら今この分母はもちろん Z ですよね、そう置いたので。そしてこの XDX をひとまとまりで見たら、この DZDX イコールこれという式から XDX っていうのはマイナス ZDZ というふうに書くことができます。だからあえてこの形をキープしたんですね。じゃあこの x2 乗どうなんだって話なんですけど、 a2乗-x2乗のルートを z と置いているので x2 乗も簡単に書くことができます。まあ、つまりこれ a2乗-z2乗なんですよね。じゃあ残った x2 乗どうするんだよって話なんですけど、今 x2 乗を a2 乗から引いたものを z と置いているので、実はこの x2 乗は z を使って簡単に書くことができます。 a2乗-z2乗こうですね。まあ、ということで実はですね、こういう風な置換をするとなんと全部 z で書けてしまうんです。でしかもさらに分母に z があって、ここにも z があるので打ち消しちゃうということで、結果としてどういう式になるかっていうと、マイナスの a2乗-z2乗ですから z2乗-a2乗の dz という風になるんですね。であとはもうこんなもんは z の多項式なんで簡単に積分できて、3分の1の z3乗-a2乗z で足すことの定数という風になるんですが、であとはこの z にさっきのこれを代入するだけなんですけど、面倒が起きないようにさっきと同じようにマイナス3分の 1z でくくっておくと、マイナス z2 乗で足すことの 3a2 乗というふうになって、まあここまででもすでにだいぶ簡単になっていますが、さっきと違ってシータを経由してない、一発しか変換していないので、ここの代入計算もすごい楽です。マイナス3分の1ので、あとはルートの a2乗-x2 乗、これが z ですね。そしてマイナス z2 乗っていうのはマイナスの a2乗-x2乗で、これに 3a2 乗足せばいいと。であとはこれを整理してあげれば OK ですね。マイナス3分の1のここは一緒で、括弧の中身がここですね、 2a2 乗足す x2 乗と。ということで積分結果こうなります。はい、ということでこういうふうな置換をしてあげることによって、この J という積分は相当簡単に求めることができました。まあ、正直ですね、この置換の仕方がさっきのサインシータの置換とか、あるいは X2 乗を置換するとかと無関係かっていうと、もちろんそんなことはありません。まあ、実質、まあ、同じようなことをしてるっちゃしてるんですよ。だってまあ結局その積分の計算のプロセスで Z が消えるだとか、あるいはこれをくくるだとか、まあこれは計算過程ですけども、やってることと結構似てますよね。まあ、つまるところこのルート a2乗-x2乗がさっきで言うところのコサインシータになってるというわけなんです。まあ、ただいつもですね、サインシータとかコサインシータがあらわに出るような変換の仕方をする必要があるかっていうと、そんなことはないんですね。このルート a2乗-x2乗というのを思い切ってまとめて文字で置いてあげることで、今回に関しては一気に z の多項式になって積分がすぐできて代入も容易になるということなんです。だから何を言いたいのかっていうと、さっきの問題とあと類題でもルートの a2乗-x2乗の形を取り除くために x イコールサインシータとか、あるいは a サインシータっていうふうに置換するというよって話をしました。で実際そうすると得をすることは多いんですが、問題によってはそうじゃない置換の仕方をした方が結果として得をすることもあるんですね。なのでこう積分のテクニックとしてですね、例えばこういう時は x イコールサインシータと置くといいよ、こういう時はタンジェントだよとか、いろんなテクニックを皆さん勉強すると思うんですけど、
一回それを頭に入れたからといって一辺倒にですね、あ、この時は絶対サインだというふうな思い込みをしないというのが大事だと思います。まあもちろんそのいつもね絶対サインで痴漢しようと今回の場合だったらそう覚えておけば解放を吟味する時間は省けるのかもしれない。だけど問題によってはそもそもさっきで言うそのシータで痴漢した時に定積分でシータの値がきれいに定まらない場合もあるわけです。 X とか Z で表すときれいになるけどもシータだと気持ち悪い値になっちゃうようなこともあって無理やりサインに痴漢しちゃうとちょっとケアレスミスの元になるような可能性だってあるわけですね。あるいはそもそも違う形での痴漢を求められていたりとか問題でねそういう可能性もあるわけです。だからその問題演習の段階では積分のテクニックを覚えたら一辺倒にそれを使うのではなくて他の痴漢の仕方はないだろうかとかあるいはそもそも痴漢の必要あるんだろうかとか他の人はどう解いているんだろうかとかそういったことにも注目するといいと思います。はい、というわけで今回は昭和の大学入試の積分を紹介した後に以前動画で紹介した大正時代の積分の問題を説明しました。共通するテーマはルートを外すということ。混合が外れるようにする得をすることは多いです。ただしいつもそれがベストとは限りません。今回のようにこんな痴漢で案外うまくいっちゃうこともあるということで、もちろんその定番の解法を覚えつつでもやっぱりまあこういう別解もあるんだよってことを知っておくとどんな問題でも柔軟に対応できるんじゃないかなと思います。引き続き東大京大など国公立大学の入試問題を中心にして数学の解説をしていきます。国公立大学の受験生とかこれから数学をどんどん伸ばして、ね、上位に行きたいと思っている高校生とかはぜひチャンネル登録お願いします。ということで今回は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。